日はお忙しい中 CP プラス2016キャノンフェスにお越しくださいまして誠にありがとうございます。さあこれよりこちらのステージでは徹底解説本格一眼クオリティ EOS82 のすべて開発者トークショーと題しましてキャノン株式会社の製品開発所によりますトークショーも行ってまいります。どうぞ後ろにいらっしゃる方ちょっと前にもっと見やすいより前にですね詰めていただいてご覧いただきますようお願いいたします。さあ2013年8月に EOS70D が販売されEOS 初のデュアルピクセルシームスAF を搭載し1秒間に最高約7コマ撮影できる機動力約2020万画素の高画質などその充実した基本性能でエントリーモデルからさらに1本上の作品を撮りたいというミドルユーザーまでたくさんの方々に人気を博しました。そのさらに進化した今回の EOS80D 会場の皆様はお疲れになられましたでしょうか。今回こちらのブースでは皆様にそちらを体験していただくこともできますがさあこの本トークショーではこの EOS80D の進化した基本性能と開発者だからこそお話しできる開発秘話を含めてお話を進めてまいりたいと思いますのでどうぞ皆様最後までじっくりとお楽しみいただきたいと思います。さあそれでは早速製品開発所の方にご登場いただきましょう。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。それでは貝原さんどうぞご登場ください。ようこそお越しくださいました。さあ本日はよろしくお願いいたします。ICP 第2開発センター貝原と申します。本来ならこの辺で、はい、まあ、非常にうまく説明できればいいんですけど、はい、私こういう場が非常に苦手でもうずっと開発畑でやってきたので喋りはダメです。でそこに来て、はい、実は原稿をもらったのが昨日の5時で覚えてくることができませんでした。あと一生懸命読んでたんですけど、はい、やっぱりいろんな会議とかできませんでした、はい、なるほど。でこのままじゃやっぱりまずいということで、はい、私あの入社以来ずっとEOS の開発畑にいますので、はい、私ならではのやっぱり裏の話あ、まあ、ここだけの話とかぶっちゃけみたいな、はい、そういう話がありますので、はい、まあ、その時の雰囲気を見ながら話していきたいと思います、はい、なるほど、はい、よろしくお願いいたします。さあそれでは田中さんどうぞお座りください。さあそれではですね早速今日は貝原さんのいろいろな視点も踏まえながらたっぷりと 80D の魅力についてお話しいただきたいと思います。さあ今回もね皆さんには体験していただけますこの 80D についてなんですけれどもまず今回発表されましたこちらの製品についての商品コンセプトというのをまずは教えていただけますでしょうか。はい、原稿を読ませていただきます。お願いします。この前のモデルの EOS の 70D は本格一眼というのでどんな方にも満足いただける性能を備えたカメラとして様々なユーザーから支持を得てきました。そしてこの EOS80D はさらに本格感に磨きをかけてすでに一眼レフをお持ちのお客様もそれから今スマホで撮ってるけどこれから一眼に入ってみたいなっていうお客様もそして静止画の撮影はまあもちろんのこと、はい、これから動画をこの一眼で撮ってみたいというお客様も含めてより広くご利用いただけるような商品を開発してきました。なるほど、まあ、本当に今すでに 70D を持たれている方でもこれから一眼レフを始めたいなという方でも静止画問わず動画までいろいろと幅広くチャレンジできるそんな性能を持っているということですね、はい、さあそしていろいろとこれからもっと具体的にお話を伺っていきたいんですがまずは AF 機能こちらがとても進化したということですけれどもその進化の具合を教えてください。はい、はい、思い起こせば EOS70D を、発売した時に、はい、やはり動画を相当意識してデュアルピクセル CMOS AF 開発の中ではもうそこを集中的にやってきました。で振り返ってみるとやっぱり少しやり残したかなっていうところがあの当時の
静止画でのファインダー撮影での AF と AE だったんですよ。でその一つとしてこの AF、 これを味わっていただこうととことんこだわって開発してまいりました。で 80D ではその撮影の自由度を高めるためにさまざまな被写体に対応できるように AF を進化させています、うん、でその中でもこちらにあるのが4つのポイント、うんうんうん、構図の自由度が高い、それから暗さに強い、はい、人に強い、はい、そして動きに強い、うん、この4つを重点的に開発してまいりました、うんうん、心強いラインナップですねではその具体的にそれぞれを教えてください。自由度が高いというんですかね。はい、こちらはファインダーを覗いた時の、まあ、即拠点の表示がこういうレイアウトです。右側が EOS と同じ向き 19.F です、はい、で左が今回、発売される EOS 80D の 45.F 増えました。そうです、もう一目瞭然です。即拠点が上下左右のところがこれだけ広い範囲を、まあ、AF をカバーすることができるようになりました。で真ん中にちょっと青色に示しているここがですね EV-3、 まあ 70D の時は EV-0.5 ですから 2.5 段も暗いところで AF ができるようになりました。 EV-3 ってどんな感じだろうって思うでしょうけど、はい、まあ、私のこの年の目で見ると、はい、ほとんど被写体は見えません。まあ、そういったような状況でも変化できるんですが、はい、まあ、これの進化ですね。なるほど、さらに暗いところでも強くなっているということですね。で次の画面、はい、ご覧ください。これはビーチバレーのシーンなんですけど、70D の即拠点を当てはめてみるとこういう感じです。で当然こういう構造を取りながらパシャパシャ練習していきます。そうすると、まあ、右端にこう寄ったりするときには高速拠点が外れてくる。で次をご覧ください。これが80です。なんで、まあ、全体の補足率が非常に上がっている。で上下左右の速拠点なのでカバーができる範囲が広がったことで大きな被写体や小さな被写体でも思い通りの構図を捉えることができます。で撮影スタイルはこちらのスライドにあるように、まず一定 45.7 から選ぶ、それから構図作りと動く被写体を捉えるときに威力を発揮する、ゾーン AF とサージゾーン AF、 ゾーン AF は 3×3×9、 これを9パターンやる。でラージゾーンも15点、まあ3パターン選べる。そして被写体の動きが予想できないようなシーンなので、まあ、有効な45点の自動選択です。私なんかはほとんどこれじゃないです。やりますか。でも確実に答えてくれるということですよね、はい、なるほど、まあ、即拠点が45点になった、あとは即拠エリアの選択が4種類あるということで構図の自由度がさらに高くなった、そしてさらに暗さに強いというところ、ありがとうございます。そしてあと先ほど人に強いというふうに書いてあったんですが、それは一体どういうことでしょうか。次をご覧ください。上にありますように AE センサーなんですが、RGB プラス IR センサーを搭載しました。でこのセンサーは色を検出することができますので、この AE センサーと AF が連動して、このような被写体の場合は、まあ、昔だったら手前の鼻のところにピントがあっちゃうんですね。でなかなかそれがうまくいかないから即拠点を あえて人のところに持ってピントするっていう、まあ、パターンが多くて、まあ、私なんかもめんどくさいなっていう感じで一回合わせてパンするとかってよくやってたんですけど、ところが肌色を検出するようにできたので、もう一発で人に合うようになった、まあ、腕はなかなか上がらなくて、はい、それっぽい写真が一回撮れるという、なるほど、そこはここの魅力です。じゃあ本当に人物を撮るときもより楽しくなるというような、いろんな作品が撮りやすくなったということですね。そして続いては動きに強いということですか。
ね。これは一体どういうところですか。はい、はい、これサーフィンをやってほしいんです。これ以前だったら私は全く取れません。あ、なるほど。まあ、うちの、あの設計室には結構つわものがいて、はい、そういうのを平気で取ってくるんです。なるほど、腕の問題。そうですね、まあ、こういうのを私でも簡単に取れるんで、でサーボ F も45点に最適化されたアルゴリズムによって70キーでなかった動く車体の色情報も入っています。ですから先ほど申しました RGB プラス IR センサーで、あ、はい、この人間の肌色を持っていくことです。あ、なるほど。でそうでない場合はあの特徴のある色を持って持って、そうですから画面の中で車体が右に左に移動しても常にピントを見つけてくる。すごい。でも自分が撮りたいものをこう追っていくだけでいい。で今回、この EOS 80D と共に、EFS の18133556の IS、はい、それの USM っていうのが発売されました。はい、そうですね。 70D の時には、まあ、同じあの光学設計なんですけど STM っていうレンズが出ました。でその時は EOS ってもともと静止画を撮るカメラだったので、はい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 、静止画を撮る人からすると被写体をパンと見た時に、うんうん、ピントのズレいくつだって決まったらそこに一目散にピント合わせるんですよ。ところがそういうシステムですと動画の時に非常にぎこちない動きになってしまう。追いすぎちゃう。そうです。でデュアルピクセル CMOS、まあ、映像ができるように、はい、動画の世界に広がる。そうすると当然レンズも滑らかに動かしたい。で当時は、うん、ステッピングモーターを搭載した STM というレンズが発売されたんですけど、で今回さらにレンズが進化したということで、さらに動きを素早く、 STM では、まあ、写真なかったスピード約 4.4 倍ちょっとスピードが、まあ、高速にも動かせるし滑らかにも動かすことができる、まあ、そういうレンズが発売されたんです。なるほど。それとコラボレーションするとさらにすごく。もう一つあるんですが、まあ、少し地味かもしれませんが、はい、ファインダーを覗いた時のファインダーの仕様です。以前は 98% でした、はい、で 100% っていうのは EOS の一目だけ。これあの、まあ、こんな言い方するとなんですけど結構コストがかかる。そうですね、なるほど。非常に調整が難しいです、ね。はい、ミラーレスのライブビューのカメラは必ず 100% なんですよ。同じセンサーを使って。ところがこの光学ファインダーのカメラはレンズから入ってきた光を、はい、ミラーで上に持ってってファインダー系、映像系、それから、下に持ってって、はい、その45系になります。それからそのまま、イメージの方が進化するんです。3つに、はい、するとこの3つの辻褄を合わせなきゃいけない。そうです。この精度がバラバラだともう全くそのアルゴリズムができませんので、そこを合わせると非常に難しい。でなおかつバインダーもやっぱり98、これを100にした場合に本来見えてないところが映ってもダメなんですから、そこを合わせると非常に苦労します。そこにこの2桁系も組み込んで 100% 達成する。今回それが皆さんもご覧いただけるようになったというか、実機コーナーがあると思うので、はい、皆さん体験していただけるといいかなと思います。なるほど、ありがとうございます。さあ続いて、あ、でその前に、はい、実はですね、まあ、ここで開発秘話というのを一つぜひお聞かせください。あのこの45点 A 本ですけれども、はい、開発をスタートする前にやっぱり F は早くから動いてたんですね。でその時に、まあ、このカメラ、まあ、他も含めてですけれども搭載する F どうしよう、その時にこの45点のそれもオールクロス全点クロスというのが提案されました、はい、でもう一つあったのが速稼点はもうちょっと多いんですけど全点クロスはない。でこの2つ、まあ、当然こちらいいに決まってるんですけど、はい、コストが高い、もう一方はコストが安い、うん、そうするとやっぱり製品のバランスからするといろんな機能を入れるためには安い方がいいんじゃないかなと思って、うん、私はそっちの方に票を入れたところが、まあ、いろいろあの揉めに揉めてやはりオールクロスにする必要があるだろうと、あるだろうと、でそこで上がったコストは他で下げなさい、はい、ここは譲れないけども、そうですね、どこかでこうしろと。でも今
ここで反省してます。あの時の判断は間違いない。後者を選んでしまったけれども、これにしてよかった、よかったと。それは自分で体験して言えることですね。じゃあぜひそれは皆さんにも、ね、体験していただきたいなと思います。なるほど、ありがとうございます。さあ、そしてEOS 82は画質が向上したということなんですけれども、具体的にはどのようなポイントが向上したのかを教えてください。はい、そうですね、CMOS センサーが新しくなりました。まあ、20メガから24メガ2420万画素の CMOS センサーで、当然のことながらデュアルピクセル CMOS AF です。そして新しいレンジ、DZ6 に変更になりました。この2つの有効で解像感、それから低機能で感度、これも解像感、それからノイズ、ノイズも解像することになりました。では次の画像をお願いします。さあ、こちらが出てまいりましたが、こちらはすごい、ですね、ものすごい解像感。これはですね、パタゴニアと呼ばれるエリアのチリのトーレスデルアイネック。めちゃくちゃ読んでるじゃないですか。そうですね、こちらチリの、はい、ペオエコーというところだそうです。はい、まあ、南半球ですね。はい、素晴らしいですが、こちらが、はい、実現できたのが、この木々の細かい描写、それから橋の真ん中辺に人がいるのが見えます。あ、ご覧いただけますか、真ん中の。あ、気にしちゃいましたね。でもこの奥の建物、ここでも人が見えないところです。そうですね、見えます、見えます。そして次拡大してもらって、橋の奥にある建物ですね。ちょっと暗い部分ですけど、普通こういうのって暗いところと暗部って潰れちゃう傾向にあるんですよ。そこでも、まあ、窓枠含めて綺麗に解消できる。そこが2020万画素の実力になっています。なるほど。これはノイズをうまく抑えることによって解像感を保ちながら ISO 1万6000を表現した画像です。これがですね、撮影データを先ほどちらっと見てきたら、ISO は1万6000、F5 の60分の1です。まあ、ですから、それから、レンズが24ミリになってました。としますと、大体 EV3 から4ぐらいですよね。まあ、そういった深度のポイントが綺麗な絵を出すことができました。いけるようになった。これがまた暗さの強さ、強みってところでもありますよね。なるほど、ありがとうございます。そうですね、それと、はい、これの特筆するところは60分の1ですから、で、焦点距離大体24ミリですから、はい、まあ、手持ちで撮れる。そうですよね、忘れてました。すごい、すごい、手持ちでこのクオリティがいけるということになったということですね。なるほど、ありがとうございます。本当は高画質と高感度が両立されているというところなんですが、他にこだわった点というのがあるということなんですが、どういったところでしょうか。次は、はい、まあ、先ほどもちょっと触れましたが、左にあります 7560 画素の RGBIR 以前の 70D は、まあ、従来ながらの63分割センサーだったんですけど、色が恥ずかしいセンサーに変わりました。それとこの EOS C 解析システム、これによってさまざまな新種を取りできる。でフリッカーってありますけど、はい、次の画像をお願いします。次お願いします。フリッカーレス撮影、これ EOS 7D Mark II から搭載され始めた機能で、皆さんご存知だと思います。実はですね、昨日お昼ご飯を食べてる時に、はい、私の向かいに座ってたのが、はい、この、まあ、技術を一生懸命開発してた人なんですね。はい、まあ、結構仲良くて、で、明日俺フリッカーレス説明しなきゃいけないんだよね、はいはいはい、なんて言ったらいいかなーって。あ、いい情報。はい、そうです、うまく自慢しといてっていう。はいはい、あ、そうだけど、その時に、
フリッカーがどうとかなのか、はい、皆さんもご存知だと思いますけど、東関東では50ヘルツの電源ですよね。なるほど。で、西日本は60ヘルツ。ああ、そうなんだ。じゃあ50回と60回点滅してるので違うんだよ。100回と120回なんだよ。倍なんだよ。まあ、それはまあ後でいいと思うんですけど、はい、そうすると1秒間に100回点滅してるし、なるほど。そうすると1周期は10ミリセカンド、100分の1秒。そうするとその100分の1秒よりも速いシャッタースピードを設定すると、はい、まあ、下にあるのはこういうブラウンパズルのところですね。下に、はい、で今回は先ほどありましたが RGB のリアルセンサーと、それから中心解析システムのパソコンのセブンディーンが入っているアルゴリズムを使いまして、でその10ミリセカンド大きな振り返りとピークのポイントに合わせてシャッターをパシャッと切る、ちゃんとコントロールしてる。なんてスマートな機能なんでしょう。そうです。そうすると160ヘルツのチップをちょっと感覚が狭いです。なるほど、なるほど、そうですね。で、その時に彼がおっしゃったことが、実はその一山を見るだけでは、はい、まあ、周期が読み取れない。もう一個読んで、あ、じゃあ20ミリ読んで、20ミリ読まなきゃいけないのか、そのタイミング合わせるのか、ちょこっとタイミングがずれる。で、連射していくと、当然のことながら、やっぱり20ミリを見ていこうですから、実際の速攻ってそんなに時間取らなくていいんですけど、フリッカーがあると、まあ、見てもらえる、そういう、まあ、アルゴを入れていくんで、ちょこっとちょこっとずれていくかっていうふうなことを言ってました。だから、コマ速の速い機種だと、その影響は出やすいですけど、遅い機種だとそこはあんまり、まあ、動きちゃうと影響はならない。まあ、そういったようなシステム。でも、そこで、そこにいるメンバーでいろんな意見が出たんですよ。はいはい。ああ、こうだ、いや、こうだ、っていう。そうすると彼は、よし、次はそこを早める、あるのを考えてくれる。ああ、もうどんどん進化。次の製品か次の次の製品ぐらいは、そういうのが出てくるんですよ。どんどん進化して、もう、すごいことになっておりますけれども、まあ、素敵なね、この月のも、しっかりと搭載されているというのが 80D なんですけれども、先ほど、まあ、一つ大きなところで、動画、まあ、ムービー撮影という部分もかなり向上されたということなんですけれども、さまざまな機能が追加されたということで、こちらも教えていただけますでしょうか。はい、はい、ではですね、ニュースのムービーの歴史についてちょっと触れてみたいと思います。ニュースで初めて、まあ、動画を搭載したのが 5D Mark II でして、はい、まあ、この時の戦争も結構私は覚えてます。はい、まあ、ちょっとそこは置いておきます聞きたいですけど、そうですね。その後、60D で一番大きくなりますので、やっぱり動画ならばバリアングルにしようで、バリアングルのミカをやりました。で、EOS 70D、この時にはそうデュアルピクセルシーモス AF、 これは動画に向けて最高の AF だったので、まあ、一丸となって動いてました。で、その時に、まあ、そのデュアルピクセルシーモス AF、まあ、その周辺の、まあ、レンズも含め、あとその時に Wi-Fi は必要でした。で、Wi-Fi があれば、まあ、カメラコネクトでリモートコントロールができるしということで、まあ、この製品を開発しました。そしてですね、 EOS 80D によってさらに進化を遂げるという、当然、まあ、その辺のところ以外にも必要になりました。で、アクセサリーとしてステレオのマイクロフォンを付け付けですね、それからパワーソンクラフトを充実してきた、そういった感じです。なるほど。ここ表で見てもものすごい増えているから、もう一目瞭然だと思うんですが、実際に、まあ、この備えた機能というのを動画をご用意してくださっているということなので、そちらを含めてちょっと一度ご説明いただきたいなと。はい、一覧の動画の世界に馴染みのない方もいらっしゃると思うので、こんなことができるんだよみたいな、見ていただきたいと思います。そうですね、これから流れる映像なんですけど、画面は撮影の様子を記録したもので、右下にですね、そのどういう風に撮影されているのかというのが見えてくるので、ぜひ見比べていただければと思います。それでは映像をスタートしてください。はい、タッチパネルで花から人へと動かすと、はい、彼女が持ってきて手から彼女へと、
姫路スタビライザーの方が出てきます。そしてこんな暗いところでこんなに一気に動きます。そしてこんな速い画面の中で1回の人一人してます。本当にちゃんとしてます。これは 60p の滑らかなスローモーション機能が充実していると。そうですね。というのを踏まえてもう一度同じ映像なんですが、ちょっと見ていただいても皆さんにぜひこのピントが合うのがハイハイ。そうです。はい。早いですね本当に。まあ、私 の、 あの30年ぐらい、30歳ぐらい若ければこういうのを撮ってみて、いろんな記録が残ってたかもしれないですね。でもなんかこんなにやっぱ素敵にこういう風になんかこう、ね、プロカメラマンというかもう映像クリエイターのような素敵な機能がついていることによっていい映像が残せると、なんかこれからいろいろと思い出増やしていこうっていう気になるかもしれないですよね。まあ、あの若い方々ですと彼女がこういう風に撮って、ね、記念に残すとか、多分私ぐらいの年になるともうちょっと例えば孫ができる世代で、あ、そうですね、孫を撮るとかそういうことがあるんですよ、ね、いろんな形で残してあげたいですよね。なるほど。あとはその82、他にポイントというのを教えてください。そうですね、先ほどちょっと紹介しました、はい、レンズ開発も相当頑張ってもらいまして、はい、まあ、EFS と183355の ESM、 これはナノ ESM と、はい、あの新しい、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、リングタイプの ESM があったり、それからセンシルタイプの ESM があったり、そこに追加された滑らかに動いてスピードも速いという、まあ、いいところにある ESM です、はい、それからそのESM のレンズのズームを自動的に動かしてくれるバーンズームアダプター、 EZ というのがそれと ESG というのが外付けないです。まあ、これお客さんからのアンケートで非常に要望が強かったんです。まあ、多分やっと出したかって思われてるところだと思いますけど、ちょっとタイミングが遅れるかもしれないですけど、まあ、こうやってもう一年のシステムとして提供していくというなるほど、まあ、これがあれば本格的な映像もそして写真も撮っていけるよということなんですが、これに付随してアクセサリーも充実しているということなんですけれども、そちらも教えてください。まあ、これスマホとの連携ですね。はい、カメラコネクト、うん、あのダウンロードしていただければ皆さんが持ってるアプリケーション、はい、これがリモコンになります。リモコンになる、はい、さっきのシステムをつけていただくと、ズーミングから含めてこれでリモートコントロールできる。すごい楽ちんな機能といいますか、あのやっぱり、ね、動画の世界ってどういうふうに皆さん撮っているか、まあ、参考になるのが YouTuber の方々ですね。はいはいはい、あの USA なんかでは YouTuber の方結構、まあ、多くいらっしゃって、はい、ビドコンっていうのかな、そういうあの YouTuber の採点で、はい、で皆さん自分の作品を自販機にこうでその時にそういう映像を撮るためにこういう、まあ、システムを使って、まあ、情報を聞きまして、やはりスマホはこういうことで映画させてそれをより良くしていかなきゃいけないと思う。まあ、大体皆さんスマホってお持ちいただいていると思うので、まあ、離れたところでコントロールができるという、実際にですねその機能を紹介する動画があるということですので、ちょっと皆さんと一緒にご覧いただきたいと思うんですけれども、先ほどと同様ですね、右下が実際に撮影された映像になるので比べながらご覧いただきたいと思います。これが三脚に据えた固定されているということですね。で、まあ、リモコンで操作した、まあ、こんな感じです。ここでちょっと特筆をするところがありまして、はい、これ動画の HDR というのを使ってます。本来その窓、レースのカーテンのところって白つぶれしたいんですか。あ、そうですね、見えますね。あ、これもう一回流れるこれちょっと残ったのね。はい、右下見てみますよ。窓の外もじんわりくっきりと見えてます。ここもすごいところだと思います。なるほど、そう、すごいですね。もうなんか可能性がどん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 と広がっていく、そんな80人になっていると思うんですけれども、なんと早原さん、早いものでお時間が近づいて
着ているんですよちょっと開発秘話なんかもっともっと聞きたいですけれども、やはりこの開発過程においてですね、たくさんいろんなドラマがあったと思うんですけども、まあ、その中ですごい残ってることとか苦労された部分なんかあったら最後にお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、ぜひ。ですね、まあ、こういった派手な、まあ、機能を開発している人もいれば、まあ、裏方に回るといいますか地味なところをいっぱいやっている人もいます。でこのミドルクラスの商品の開発って非常に難しいんですね。先ほどコストって言いましたけど、まあ、皆さんこう、そんな安くないのかって思われるかもしれませんけれども、機能を上げていって値段が上がって売り値が上がるとやっぱりお客さんはそこにいるでしょう。だからある価格帯で入れたい、ところが機能が十分でないと、まあ今買わなくなるから。そうするとやはりその派手な機能の裏にはやっぱり緻密なコストを考えないと、コストダウンを考えないと。それってあの品質を落とすってわけではありません。でこの機種をスタートするときに、スタートするちょっと前にこれコストどうしよう、この製品もしかしたら潰れちゃうかもねって言ってたときに、当時大分工場のある部長さんと、それから川崎にあの正義研究というところがあって、そこのまあたまたま同じタイミングで自動化ってやってみませんか、そういうお誘いがあったんですよ。で一連で振って、その先ほど言ったようにレンズをミラーをしていろんなところに行っていくと自動化って非常に難しいんです。で多分みんな諦めますもうここはしょうがないよねって。でそこにあえて工場から転用がありました。でそうすると開発の中は賛否両論 でそんなことしたら、そんな話に乗ったらカメラ大きくなっただけだろうって、お前そんなもん受けたのかっていうんです。まあそういうふうなことも言われました。ところがですね、大分と川崎の提案はその一覧ならではの自動化をやりたい。でいろんな情報をいただきました。で今回この製品を、まあ、やるにあたっては比較的若手の生きのいい、まあ、ポジティブな考えを持った若者を集めて、よしこれ自動化にチャレンジしよう、ダメだったらしょうがない、だから普通の開発よりも半年前から動こう。でやんなきゃいけないのはカメラの大きさを絶対に変えちゃいけない、変えない、そこは、はい、でも自動化のためにもしできるんだ、品質は上げるのに下げる。でその中で、まあ、本来ミラーがこうあるべきっていうの常識あるんですけど、その常識を外してもそのためのミラー機構はあって、実は他に出てきてませんけど新しいミラー機構入ってる。それは自動化を意識した、でなおかつ省エネの理想的なこんな小さいモーターが入ってるんです。それで長くなるんです。で、まあ、私も半信半疑だったんですけど、はい、できちゃった。できちゃいましたか。多分夏頃に新聞でキャノンの大分工場が自動化案っていうタイトルを見た方もいらっしゃると思います。じゃあ使えることなんでね、まあ本当かどうか知りませんけど、多分この 70D、 ごめんなさい 80D ですね、失礼しました。これで自信をつけて、まあ、あの難しい部分がだいぶ進歩したので、よしこれから先やっていこうと仕掛けになったと思って、まあ、多分この話はどこにも出てこないかなと思って、まあキャノンとしては若手の、まあ、そうですね、発想力とチャレンジ精神、これってね、カメラが大好きな人ってやっぱりこだわりがあってなかなか変えられないんですけど、そこに踏み込んだっていうのは、まあ実はこの中に紛れ込んでるかもしれませんけど、うちの若手が強くなったっていう、まあ、そういう裏方も相当活躍してます。そういう商品です。そういった努力と、ね、チャレンジ精神の結晶が今ここに 80D として生まれたということですので、ぜひ皆さんも、ね、今回この 80D お手に取っていただけますので、この世界観をお楽しみいただければと思います。さあということで、たっぷりとお話伺ってまいりました。開発者の貝原さんに今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。滑舌が悪くてどうも。いや大丈夫ですよ、全然最後の方は最初